はいどうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。地球上には数百万種もの生物が、まあ現在存在しているわけなんですが、まだ人類がね、確認できていないだけで、未知の生物はその倍以上いるって言われてるんですよ。なので、時折見たこともないような生物が目撃されたり、遺体が発見されたりなどすることがあります。今回はね、そういった未確認生物に関する話なんですが、1975年、アラスカのフォートユーコンという港町で不気味な生物の死骸が発見されました。この生物っていうのは、全身になんと銃弾を受けて絶命しており、この銃弾が撃ち込まれた死骸は、見たところ巨大な爬虫類のような姿をしていたんだそうです。現存している生物の中では、ワニに最も近いような容姿をしていたようですが、明らかにワニとは異なる生き物であることが分かりました。なんとね、この死骸には、ところどころに体毛が生えてるんですよ。毛が生えていた。今現在、我々が知っている爬虫類で、体毛が生えているっていう爬虫類は存在してないんですよ。新種の動物をね、発見した可能性が浮上しましたが、これどういうわけか、調査はある程度の段階で終了してるんです。どうもね、この死骸の体の構造が人間に似ていたっていうことが、後々分かったらしいんですよ。ただし、そうは言っても、この死骸には頑丈な鱗もついていたし、長い尻尾も備わっていたっていうことなので、普通の人間っていうわけではない。結局この死骸は、ある日秘密裏にどこかへ持ち去られて亡くなったんだそうです。写真なども流出したものとかがなくて、結局ね、これに関する具体的な証拠は、目に見える証拠っていうのが今現在残っていない状態なんですよ。この生物ね、本当に存在したかどうかっていうのは証拠がない以上はね、何とも言えないですが、もし存在すると仮定して、これは何なのかって話になると、いろんなね、推測はできますね。まずこの生物、銃弾を受けて絶命しているということは、撃った人間がいるっていうことですよ。明らかに人型ならば、全身に銃弾を撃ち込むようなことはむやみにはしないはず。なので見るからに異様なものだった、見たこともないようなものだったので、命を危険を感じて撃ったっていう線が結構高いんじゃないでしょうか。でもなぜ撃った人間は名乗り出ないのか。このような未確認生物だったら、むしろね、名乗り出て、その所有権、死骸の所有権を取得して、まあ、人儲け企んでもおかしくないようなもの。ということは、撃った人物は、これに対して、何らかの情報をあらかじめ持っている人間が、最初から捕獲などではなくて、射殺目的で撃った。確実に仕留めるため全身に銃弾を浴びせている。これもしかしてね、複数人で取り囲んで撃った可能性もありますよね。ということは、もしかしたら軍などの研究機関で作られた生物の可能性も非常に高くないですか。しかも秘密裏にその遺体が持ち去られたっていうこととか、あと情報があんまり流出せずに極秘となっているところなんか、ますます怪しいですよね。まあ宇宙人説も当然あります。レプティリアンなどは爬虫類型の宇宙人ですからね。実は過去に別件でティラノサウルスってあるじゃないですか、子供たちに人気の恐竜。あの恐竜は実は体毛が生えていたなんて説も出てまして、もしかしてこれは恐竜の生き残りだとか、まあ恐竜の DNA を使って作られたもので、まさにジュラシックパークみたいな、そういったその
恐竜の DNA で復活させた恐竜を飼っている場所みたいのが現実にあって、そこから逃げ出したものを射殺したのかもしれません。皆さんはね、今回の話どのような推測に至りましたか？